さあ行きます。ここが僕の秘密の練習場所です。何を隠そう、ここが KSC バッティングセンター小山店です。アミバーさん、スタッフの皆さんも来ています。 What's up? ブンブハロー YouTube ヒカキンです。ヒカキンじゃない。ここなんです。90、50。150手ですか。150手です。プロの試合でも150手そんなないですよね。しかもここの150はもっと違う。体感160ぐらいある。相当速いです。やばいやん。普通の150とどう違うんですか。あのですね、軟式なんですよ、はい、軟式なんで公式よりもブンって打って浮く感じなんで、ちょっとここはまた雰囲気違うんだけど、でもこれはこれでちょっといい練習になるんで、そうです、この辺をちょっと考慮した上で、今日はね、2回しかやりませんので、大体2回。うん、こんにちは、少年たちです。これは少年たちが野球してるっぽいで、まずこれさ、これはもしかしたらサッカーしてるかもしれません。本当聞いてるかな。何をしているんですか。野球です。野球です。将来は野球選手になりたいですか。ユーチューバーの方がいいと思うよ。うん、野球選手よりもユーチューバーの方がいいと思う。え、胸チャンネル。胸チャンネル。胸チャンネル。胸チャンネルって。胸チャンネル。胸チャンネルってなんかおっぱいを切る方が出てる。おっぱい、お前らおっぱい好きなのか。めっちゃ奴らだな。ママ言うぞ、ママに。言うぞ。川崎胸のりって出てきます。はい。川崎胸のりです。え、これプロ野球選手。川崎胸のり。ええ、ヤクルト。そうです、これで出ます。いや、ヤクルトじゃないです。誰、あ、あれ今ライブ、ライブ VP。 ごめんお願いします。今ね、ライブじゃなくて撮影できました。ごサインください。今練習中だから終わったらあげる。しっかり練習したらね、気合い入れてやるぞ。野球選手になってママに家買ってやれ。まずここ90キロ打ってウォーミングアップをまずして、ムネさんも知らない世代がいいよね。 すごい助かる。そうなんですね。そしたら大体呪術回戦見てる。その世代もう終わった。呪術はもう卒業した。何年生。6年。あ、6年ぐらいになれば呪術回戦終わるのか。どうぞどうぞ、中で入ってください。ここでいいですか。はい、まずやることとしては意識的にトップの位置がそのままあんまり引かない、もうこのまま出す。えぐかったです。すごかったです。公式だったらね、もっといいんだけど、これ軟式がね、難しいんですよ。難しいです。触ってみる難しいです。これでちょっと重いじゃん。これで打つんだよ、プロ野球選手になったら。持ってこない、すごいやろ、うん、振ってきてごらん。自分の小学校6年の時を見てるよ、野球少年だった。いやあんまり家に違いなかったから、たまにも連れてってもらったけどね、あんまりしょっちゅうは行ってないなかったからね、家で、うん、だからね、バッティングに関してはね、やっぱこういうのがあるとことないとことあるから、あるとこの方がいいよね。バッティング練習できるから上手になるよ。近くからやってると違う。違う、やっぱり一番いいのは、イチローさんなんかこの小学校の時ずっともう150キロ打ってたらしい。だからもうちっちゃい時から
やっぱりやるっていいことらしい。動体視力が上がるらしい。目がいいとかとはやっぱ違うんですか？目がいいとは違うんですよ。この芯が反応だから、パーンと構えてパッて出した時にこれがどういくかどうかな。試合前日でこうバッティングセンターに来るっていうのは、もう目だけ、目を早く鳴らしたいっていうのと、ちなみにバッティングセンターはあまりプロ野球選手になって行ったことなかったんで、で最近こうバッティングセンター行くことが多くなって、なんか楽しい。で子供たちも会えるし、しかもこれ150キロで最速なんで、めちゃくちゃいい練習になるから。反応がね、ちょっと別に今日は振らなくても、その感覚だけ、反応だけしっかり、やっぱりオープン戦とかちゃんとこなしていけばね、これしなくていいけど、僕はオープン戦はちょっとできなかったんで、まあその分こういうところでちょっと補おうかなと思ってますけどね。と思いついたんですか、バッティングセンターなのでこう目を鳴らそうと。そう、いつもね、福岡の時はそういう練習場があるんですよ。ちょっとしない練習場でディンプルボールって速いボールを打つ練習してたんですよ。これができたんだけど、福岡だとちょっとこっちだとそれが できないので、じゃあどうしようと思ったらもうバッティングセンター行くしかない。ただバッティングセンターでもものすごく速くないといけないので、それ結構何個か回ったんですよ、バッティングセンター。じゃあここが一番速い。当たらない、当たらない。はっきり言って練習にはならないよ、子供たちとかと。だけど僕とかプロの人たちが、どうしたの坊や、可愛い顔して。今打っちゃいました。今打ったの、おめでとう。言ってごらん、くださいって100万円。早っ。見えないっす。すごい。これは当てれるの俺が。すげえ。うわ、惜しい。うわ。うわ。しゃ、ありがとうございました。これが僕のいい練習。これで感覚を合わせる。見えないでしょ、球が。いやー、やばいっすね。僕めっちゃ特等席で見るって。ここ一番、でもここはダメだからね。こっちは後者、後ろ側にいるっていうの。これ終わりです。すごい。あ、今日はもうこれで。こういう風にして目を鳴らしていく。これがもう姉ちゃんね、あんな速い球は投げないですよ、ピッチャーは。あ、ちょっと違うんだけど、だけど、これで試合の目を作るんです。そう、三者神経を。これ、やる選手増えそうですね。増えると思うよ。とにかく動体視力の練習にもなるし、当てに行かずちゃんと振り切るっていう、はい、ことをやれば。だから振ってたんですね。だからよくちゃんと綺麗に振ってたり。写真撮ってください。いいよ、おいで坊や。フリするか。はい、チーズ。胸チャンネル最高って言ってもらう。せーの、胸チャンネル最高。頑張ってね、あとね、から栃木ブレーブス でチームがあるから、そこでやってるから、小山グランドだから、たまには見においで、野球を。もう50円チェスト、マスク取る、大丈夫。チャンネル登録してね。はい、チーズ。次を見て、次を見て。じゃあね、シーズン、はい、ありがとうございます。胸さんがいつも必ず出会いが出会いがありますね。胸さんを知らない世代が、うん、助かるね。誰、新鮮です。新鮮でいいですね。まあでもあれですよね、今野球ね、出てる出てないし、ずっとプロ野球じゃないからやっぱり知らないよね、当然。あ、ちょうど年代が、あら、そういうのちょっと寂しかったりするんですか？いや、もうね、むしろ嬉しいよ、そっちの方が。
もう知ってるってなるとまたね、まあ、それはそれであれなんだけど、まあ、知らないっていうのもあいいね新鮮でと、まあ、新鮮っていうか、まあ、知らない方が普通なんだけどね。いやでもいい練習できました、ありがとうございました。ありがとうございました、うん、今年はねここをちょっと来て、はい、ちょっとまっすぐの対応と、はい、自分の動体視力を鍛える練習っていうのをしていきたいと思います。やっぱり速い球を打つ練習っていうのをここ何年かずっとしてたんですよ。ああそうなんです、ね、3年ぐらい意識的にされて、意識的にやっぱり反応が遅れてしまうことが多々あるんですね。やっぱりその年齢のせいにはしたくはないんだけど、やっぱり少なからずやっぱり年を重ねていくとやっぱりなかなか遅れてくるんで、そう考えた時にやっぱこの練習が一番最適かなと思って、うん、今取り組んでますけど、まあそれが果たしていいか悪いか置いといて、台湾に行く前もずっとここのトレーニングしてたんですね。それで台湾で行っても試合ですぐあのそんなにあのコンタクトを遅れることなかったので、動体視力ってすごい大事な、いや大事、野球選手の動体視力っていうのはあの球を 見るだけじゃなくて バットを出していかないといけないんで、そこのバットを出すときに自分が思ったところに出す、まずでもそれを早く予測できるその自分の目っていうのはものすごい大事なんで、だから振ってたんですね。そうだから空振りでもいいから必ず振ると、しっかり当てに行ったらもうあのその日その練習にならないんですよ。だからしっかり振りに行くっていう、振りに行きながらあの自分がバットがどこを通ったか、あ、まあもうちょっと上振らないといけないなとか、そういうのが分かってこないといけない。それはもう毎年毎年変わっていく感じですか。もう毎年本当に自分の体が変わっていって、あの打ち方もやっぱ変化するんですよね。不思議なもんで同じような打ち方しようと思うと逆にドツボにはまっちゃうんですよ。だからイチロー選手はね毎年打ち方変えてた。あ、そうなんですか。そう、構えから何からテーマを決めて必ずやってた。それ262本打った年も次の日変えた、次の年変えたんですよ。でもこれなんでかっていうと、イチローさんって本当によく分かっているのが、人間の脳みそって飽きるんですよ。飽きるっていうのは同じことをし続けると脳が慣れちゃって反応が悪くなるってこと。ずっとおもちゃをもらってゲームをもらって最初はうわ面白い面白いってなるけど、ずっとしてたらだんだん慣れて飽きてくるの。飽きてくるとやっぱ脳にとって良くないから、脳は刺激を求めているのに、うん、やっぱゲーム面白くないから、その時に何か起きた時ポーってしちゃうわけ。あ、確かに。で結局反応速度が、僕らがずっと構えも同じ構えしてると反応速度がどんどん遅れていくわけ。あ、飽きてるからその打ち方に。なんでやっぱ毎年毎年グレーあれを変えないといけないって言われてますね。どんな結果出しても変えるの。そうらしい、イチローさんを変えるらしい。僕もねだからそれを見習っていろいろ変えたいんだけど、そのなかなかできない、変え方が分からない。どうやって変えようか。だからいろんなテーマをイチローさんやってたもん、確かに。だからすごいと思う。結構そこに到達したって感じになると変えづらいと思うんですけど。変えたもんね。そこも変えていくんですね、うん、ずっとそうやって考えてんだよね彼は。こうはこういう練習して今年はこれでいこう、これでいこう、ノーステップでいこうとか。なんかね、それはもう結果出る出ないに関係なく、もうそうでしょうね。結果出る出ないに関係なく、多分イチローさんはそれが分かってるのか、それをしないと、変えることをしないと多分いい反応でバットが出せないっていうことが分かってたのかもしれない。だから毎年毎年何かテーマを決めて変えてたんだと思う。ついつい僕だったら262本打った時はその打ち方で行こうってなるもんね。なりますよ、ね、なる。もうそれでいいんだからと思うんだけど、そこむしろ変えたくないですよね。むしろ変えたくない、怖くて。怖いですよね。怖え。でもそれがいけないんだよね。それを変えることによってまた新しいものを作っていくっていう考え方の方が、人の体って動くし、バッティングフォームもものすごくいいんだよ。いや、それはね、めちゃくちゃ勉強になった、なりましたよ僕は。それを取り入れてまた宗さんも やるってことは。そうですね。いや僕も一応ね、まあ一郎さんほどではないけど、一応そういう風にテーマを持ってやろうってしてますけどね。まあけど、いやなかなか難しいよね、本当に。やっぱり宗さん毎年テーマをこう持って。うん、そうですね。でも基本的に今ここ何年かは速い球を練習する。あと構えはあんま決めない。構えを決めずに自分が感じたあのピッチャーの
ピッチャーによってどん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 形を変えていこうという、まっすぐ速いピッチャーだったらちょっといろいろ構えを変えて、変化球多いピッチャーだったらちょっと違う、左ピッチャーだったらとか、いろんなタイプをちょっと僕はそっち側にしてみようかなと思ってるね、うん、まあ根本的にスイングのアプローチっていうのは、まあ、変えずに、まあでも全部が全部ねうまくいかなくても、イチローさんの場合は本当そこはすごいなと思いますね。できる人はやっぱできるんだね、そこは。イチロー愛のあふれた YouTube チャンネルになってきて、ちょっと最近なんかえらい寄ってるらしいけどね、イチローさんの愛がちょっと愛が溢れすぎちゃって、愛が溢れすぎちゃって、大ごとなんか視聴者の人たちが抑えてるんですけどね、ちょっと抑えてくださいよ、抑えてくださいよ抑えてるのに溢れちゃってるでしょ、もうびっくりするなという。嬉しそうなんで嬉しそう。確かに俺がイチローさんのことを話してるときにテンションが高いっていう説があるよね。その説それがかなりあるんで、多分それでみんなねだと思うんですよ。見ててこっちが楽しくなる。なるほど。